メリークリスマス。なんでそんな変な依頼が？テレサからの依頼だ。いつも他のやつに頼んでいたらしいが。面白そうじゃない。きっとみんな喜ぶわよ。そりゃガキはプレゼントもらえりゃ喜ぶさ。でも俺たちは何でも屋じゃねえんだぜ。違うの？ま、似たようなもんじゃね。じゃあ決定。クリスマスはみんなでプレゼント配り。反対なの？本当にやるのか？うん。絶対だな。しつこいよ。よし、そこまで言うなら俺たちでエンターテイナーの真髄を見せてやろうぜ。やった！おい、あんまり張り切んじゃねえぞ。勘弁してくれよ。ごめんなさい、私が軽率でした。すまないわね、こんなことお願いして。いえ、あいつらも楽しんでますよ。よーし、いっちょやってやるか。もうやっぱりこれスカート短すぎるよ。俺大ジャンプ希望。なんですって？いえ、なんでもありません。メリークリスマス。うまく受け取ってね。いい思い出になるといいね。おお、わらわらとガキンチョが現れたぜ。手当たり次第にプレゼントを投げつければいいんだろ。お前殺すなよ。カードが当たったらヤバくね？まあいいか。メリークリスマス！何これ、来たこれ！好きなだけ持ってけ！プレゼントは極上だぜ。ゲット！これでも食らえ。くれてやる。嬉しいぜ。メリークリスマス。これでも食らえ。何これ、来たこれ。持ってけ泥棒。サンタ様のお通りだぜ。メリークリスマス。メリークリスマス。なんか今までの仕事で一番ワクワクするね。茶番だよ茶番。みんなを幸せにできるなんて素敵じゃない。その通り。今日のチンベルちゃんは全国の大人たちに夢を与えているのだ。メリークリスマス。うまく受け取ってね。好きなだけ持ってけ。メリークリスマス。くれてやる。これでも食らえ。メリークリスマス。何が入ってるのかな。
花だけ持ってけ。嬉しいぜ。これでも食らえ。それはお前の分。メリークリスマス&ハッピーバースデー。覚えてくれてたんだ。忘れるわけないだろ。俺とリーンベルが初めて会った日だし、うん、そうだね。いや、まあ覚えやすい日だし。ご苦労様。子供たちも大喜びよ。よろしければこの後、大聖堂のクリスマス礼拝に行きませんか？あれはカーディナルとその近辺のものしか。あなたたちは私の友人です。他のカーディナルにお会いできたら紹介いたしましょう。あなたたちの仕事も広がるでしょう。あのカーディナルロエンにも会えるでしょうか？随分な大物を狙うね。彼は特にこの日の礼拝に熱心です。きっと会えますよ。